メディアを再生する青森駅で客車を増結する、函館始発、大阪行の日本海4号名張駅増解決とは、鉄道車両の編成を運行中に増結お及び解決することである。増解決は以下の状況において行われる。2系統以上の編成が一つの編成として運行されるとき、この場合は、並結、分割、分割、 併合ということがある。ホーム有工場の都合上や、旅客需要が極度に増減するとき。専用線発着以外の、車扱い貨物列車の基本的な運行方法。入れ替えと走車場を参照。旅客列車の増解決は主に車両基地が所在する、駅や列車の運用の拠点駅、旅客需要が変動する境となる駅、もしくは、複数の路線が合流。 分岐する駅で行われる。増結は2編成以上の車両を連結し1編成にすることを指す。多客時などにおいて通常の編成に追加される車両や増結用途の車両、編成自体を増結や増結車と呼ぶことがあり、この時、号車番号は元の編成の最も大きい号車の続きとなる。列車の中間や1号車の前に連結されるときは増1号車や 増21号車などされる。小田急3000系電車では、他客時の造血において、同一編成を2本連結し、A 編成、B 編成と称して号車番号を重複させた。列車運用の拠点駅での造血は、乗客が乗っている編成に追加して、空車の編成を連結することが多い。造血を行う、際の停車時間は他と比べ長く確保される場合が多い。 1980年代以降は増解決する可能性を想定して電気連結器や自動解決装置を装備した車両が増えている。また、閉結時は工場的に貫通状態としている場合、自動貫通ホロ引きで装置を搭載していることもある。これにより増解決に要する時間が短縮されている。なお、自動解決装置を装備しない車両は連結後に作業員が手作業で、 ブレーキ管やジャンパ線などの接続、解放を行う必要がある。一例として、常磐線土浦駅における上り列車への増結は、以下の手順となる。水戸方面から上り列車が到着。客用扉を開けて、客扱いを行う。この間に、水戸方面にある土浦海行く電流線から増結する編成が入線。客が乗っている、編成の手前で停車。 駅員の無線誘導により増結編成を連結。連結完了後、増結編成の客用扉を開けて、客扱いを行う。また、南海電気鉄道高野線や、近畿日本鉄道南大阪線、名古屋鉄道犬山線、阪神電気鉄道尼崎駅、多層建てとなっている JR の一部特急列車での、増結方法は、以下の手順となる。付属編成が、 ホームに待機する。基本編成が誘導信号機の停止指示により、駅手前で停止する。この時、付属編成が客扱いをしているときは、一旦車両の客用扉を閉める。誘導信号機の進行指示により、時速1 5トル以下でホームに進入し、駅員の示す手信号に従い付属編成の手前で停止する。その後基本編成の客用扉を開けて、 客扱い開始。駅員の指示によりゆっくり付属編成が接近し、連結完了。付属編成の客用扉を再度開けて客扱いを行う。南海高野線や近鉄南大阪線では、ダイヤの都合上付属編成がホームに待機していない時がある。その場合、基本編成が先にホームに侵入し、客扱いをしている最中に付属編成が 同じホームに侵入し、基本編成の手前で一旦停止し、その後ゆっくり接近し、連結となる。古市駅の場合、改札が南寄りの一箇所しかないため、基本編成は到着後、客扱いをするがすぐに扉を閉めて、付属編成が入りきる場所に移動し、再度客扱いをする。また同様の方法を行っている JR の特急列車の一部では、 基本編成は客扱いを終了すると乗客を乗せた状態で一旦引き上げ線まで改装し付属編成のホームへの待機が完了すると基本編成が再度ホームへ入線し並結する方法をとっている。また、京急川崎駅での下り線で取られていた増結方法は以下の手順である。羽田空港発の4両増結編成が 品川方の引上げ線に入線し一旦停車する。後続の8両の開徳が5番線に進入し、客扱いを行う。この間に、品川方の引上げ線から4両増結編成が入線。8両の開徳の手前で停車。誘導により増結編成を連結。連結完了後、増結編成の客用扉を開けて、客扱いを行う。解決とは、 編成の一部車両を、その編成から切り離すことを指す。近鉄と阪神では、開放をと称するほか、解決の際にも故障している。解決の例として、優等列車の一部車両を切り離し各駅停車とする運行が挙げられる。これにより、解決が行われる駅園において、優等列車が通過する通過駅を利用する。 旅客需要に対して各駅停車の運行による保管が可能となる。あるいは切り離した車両を解決した駅始発の列車として逆方向へ折り返し運転する場合もある。南海高野線の場合、南波方面から下り列車が到着。到着午前車の客用扉を開けて客扱いを行う。その間付属編成と基本編成の間に校内運転士が乗り込み、 解決の準備をする。準備終了後、直ちに付属編成側で自動解決装置のスイッチを運転位置から解放位置に操作することで連結が解放される。付属編成に乗り込んでいる校内運転士が運転席の窓から半身乗り出して後方へ向かってバックしますと乗客に対して声をかける。乗客の乗降が完全に終わったことを確認すると 付属編成が客用扉を回避したまま交代して停車。付属編成が折り返し営業列車となる場合は、そのまま回避で客扱いを継続するが、折り返し回送車となる場合は、閉避する。ありがとうございます。